女子レスリングの吉田沙保里が現役引退を表明しました。吉田は2004年のアテネ大会からオリンピック3連覇、また世界大会で16連覇、個人戦では206連勝を記録し、霊長類最強女子と呼ばれたほか、2012年には国民栄誉賞も受賞するなど、長く女子レスリング界を牽引してきました。自身のツイッターで、この度33年間のレスリング選手生活に区切りをつけることを決断しました。皆さん本当にありがとうございましたと報告しています。